皆様にまずは作品からご覧いただいております。繊細で愛あふれる優しさを表現する画家さんです。すべてを許すような優しすぎるライン、これ一つ一つに皆様が感銘をし、そしてまた心豊かに明日への扉を開かれるとおっしゃるお客様たくさんいらっしゃいます。その高文さんが手掛けられたこのお時間はフェリス・コシネル、ご紹介をさせていただきます。もう今日はおいでいただいてるんですけども、後ろにも数々の作品も飾らせていただいております、はいはい、担当いたしますのは川口です。よろしくお願いいたします。高文光三さんが手掛けたジュエリーラインになります。高文さんというとご存知のお客様もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、子どもの、姿を中心に描かれている画家さんでいらっしゃいます、はいはい、でその魅力あふれる一つ一つの作品というのは、はい、数々の、個展もね、開かれてまして、ね、はい、今ご覧いただいているのがこれが人魚の奇跡。人魚の奇跡です。海の深い海の生き物や海そのものを人魚の瞳に閉じ込めてみました。そして、はい、この人魚の奇跡というのは、はい、ただ人魚のというわけではなくて、違うんです。いろんな深い思いがありまして、もうずっと私は人魚 の、 絵は昔から何度となく描いてるんですけれども、はいはい、自分自身を何か投影している部分があります。大粒のダイヤモンドでこれだけの厚みのあるパフェセッティングをしてあるので、かなり小ぶりなんですけれども、かなり存在感のあるデザインですよね。そうですね、はい、またキラッと一石、はい、ブルーダイヤです。これブルーダイヤ、そうです、使ってあるんですね、はい、人魚の瞳を表現するには一体何を使ったらいいのか、その時にサファイアを最初思いついたんですけれども、やはり深い、もう少し深い色が欲しかったのでブルーダイヤで表現してみました。そして高文さんといいますと、はい、本当にお子さんの子どもの、ね、はい、中心にいろんな作品を手掛けてらっしゃるんですけども、はい、本当にお子さんの絵お好きでいらっしゃってというか、もう本当に思いを込めて描いてらっしゃるんですもんね、はい、そうですね、私自身がやっぱりもともと男性なので、子供を欲しいと思ってもできないじゃないですか、はい、なのでやっぱり作品は私が生み出す子供ということで、今これちょっとアトリエの模様なんですけれども、はい、もう一つ一つが本当にもう自分の子供のような感覚で、そうですね、一枚一枚も集中されると、本当にもう外にほとんど出られないぐらい集中して、そうです、1、2週間全く外に出ないで描かないと絵に入り込めないんですね、はい、なんかおしゃべりしてしまって、なんか消化してしまうというか、それで自己満足になっちゃって、だからアトリエにこもるときは一人でこもって子供たちを生み出しています、その中でも人魚の奇跡、これは人魚姫がやっぱ奇跡をということで、そうですね、町の望む姿がまず絵で、表現されております、はい、まず原画というか作品がありまして、その作品ですね、はい、このもう何とも言えない、はい、この人魚姫は、人魚姫って人間になりたくて王子様と恋をしたくて、それでいろいろな思い、自分で奇跡を起こすためにいろんなことを自分で繰り広げられるんですね。その人魚姫と私が、はい、女性になりたい、女性になって輝きたい、うん、そういう思いをかぶせて人魚姫をたまに描いてて、やっぱりジュエリーにするなら人魚姫ということで、まずは人魚の奇跡からリングもご紹介させていただいてるんですけれども、はい、本当に高文さんというのは画家さんでいらっしゃって、ずっとテレビなんかにも、もう若い頃から、ずっと若い頃から、そうです、ご縁があって出演なさってましたもんね、はい、でお子さんと例えばお芝居の紙芝居を作られたりとか、はい、あとは子どもの作家の絵画のスクールがあったりとか、やってましたね、はい、学童の先生なんかもなさってたんですけどもそれくらいお子さんも大好きで、はい、でまたそこに光がね、はい、子供って私書いてて思うんですけれども、現代社会を投影してると思うんですね、はい、子供を見れば今私たちが生きてる社会がそのまま映し出されてると思うので、そういう現代社会を子供を投影して書いてるんですね。まずはやっぱり人魚姫の願いですね、はい、
希望であったりとか、それからこうなりたいっていうような、はい、皆さんももう同じだと思うんですよ。こうなりたい、幸せになりたいとかね、はい、そういう気持ちと応じたと思うんですけども、はい、それをあの絵の作品として残し、さらにはつけていただけるものとして、はい、ジュエリーにしていただいてる。そうですね。だから思いがあるんですね。の人魚姫の絵をモチーフにジュエリーを作ろうとなった時に、何か海から生まれたジュエリーは絶対使いたいということで、パールは外せなかったんですね。最初からパールを使って人魚のジュエリーを表現しよう、そう思って作ったのがこの月の雫、この人魚の涙をジュエリー、このパールで表現しました。ポロッとこぼれる人魚の涙ですね。あのそうですよね。またあのよくね、あの貝に関しては母貝があって、あの子供のようにずっと温めて痛みを伴いながら、あの作るのが、はい、こういったアコヤ真珠っていうんですけどもね、作品とぴったりリークしたい。そうなんです。このように人魚の瞳がこの月の雫からポロッとこぼれて、はい、やっぱり一人の女性、私もそうだったんですけれども、はい、やっぱりこう神様を恨んだこともありました、うん、やっぱり女として生まれればこんなに悩まなくてよかったのに、なんで私はこうなんだろうって自分を責めたり親を責めたこともありました、うん、はい、でも何か奇跡が起きるんじゃないか、何か願いを叶えたい、そんな思いでやっぱりジュエリーとか絵を描いてるので、そういう思いを詰め込んだので、何かこれをつけてくれる方に奇跡でも起きてくれたら私は幸せです。本当にね、はい、でもあのやっぱり皆さんね、いろいろ思いがあって生きていく中でいろんな思いを抱えてらっしゃって、はい、そういった中、人に言えないことであったりとか、はい、でもやっぱりあの未来を夢見る気持ちであったりとか、その中からまた新しい自分が生まれたりとか、そうですね、するんじゃないだろうかって、はい、思ってくだされば嬉しいなって、そう、ね、そう思って身につけていただければ。やっぱりいろんなジュエリーってあるんですけれども、はい、なんとなく作ったジュエリーは今回一点もないんですね。やっぱりコンセプトもしっかりアート感を込めて、ですね、はい、多いですもんね。あの高文さんのプロフィールも出させていただいております。あの本当にね、画家さんとして、大阪にて個展が始まり、はい、それからニューヨーク、はい、テレビ番組の企画なんですけどね、なるほど、はい、それからあの本当にね、東京においても仙台でも、はい、あの個展が開かれたんですけども、はい、たくさんの方にお越しいただいて、ありがとうございました、はい、ご好評いただいているというか、はい、皆さんにね、これがデザイン会議ですね。あ、今ちょうど雰囲気見ていただいておりますけども、はい、一個一個にそうです、髪振り乱してますね私もうそれくらいですね。もうね、本当にね、バイヤーさんとはぶつかる、メーカーさんとはぶつかるって言って、お互いが何も遠慮しないように行こうねっていうことで最初言って、いろんな思いでこれ、この生み出す途中ですね、この形でとか。はい、もう一つ一つしてがって、でも立体になりますからね。高文さんも、はい、あの、指元、それから胸元、セットでつけてらっしゃいますけれども、はい、本当にこのブルーが、すごくロマンティックで素敵なんですね。今ちょうど小指と、はい、そして胸元で、あの高文さんが胸元につけられているこのテープというのは、あの、はい、リボンというのは、あの私よくこれするんですけれども、はい、あの手芸屋さんでメーターいくらとかで買ってるやつあります、はい、あ、売ってる、はい、ありますよね。それを通しただけです、チェーンの代わりに。ちょっとじゃあ横にニョキッと出します、はい、こういうリボンですね、はい、はい、こういうリボンをそのままお通しいただければ、はい、高文さんのような付けこなし、お楽しみいただくことできますので、あのご覧になって分かられると思うんですけれども、はい、私のようにこう柄物着ても全然引けを取らないので、うん、ぜひ挑戦してみてください。ここまで個性的ですと、はい、なんかやっぱりシンプルなものとかって皆さんつけやすいと思われると思うんですけれども、ここまで個性的なものってぜひつけていただきたいんですね。それで長くつけていただいたら愛着が出てくると思います。またあのこういうあの画家さんにお願いする、作家さんにお願いするものというと、通常だったら一点でその方のためにオーダーでお作りするものというのが、そういうこともありました、はい、多い中、今回はあの QVC のお客様にということで、は価値ある一品かと思います。ただしもうお気づきいただいているお客様もいらっしゃるようで、ご用数が半数以下ですから、よろしかったら天使の誓いのペンダントヘッド、お早めがおすすめになってまいりました、はい、ありがとうございます。これだけ大粒のダイヤモンドで壁セッティングをするとこれだけのきらめきなんですよね。あとデザイン面でもう一度伺いたいと思うんですけれども、はい、これは高文さん、はい、あの高文さんのハートは普通のハートとは違います。どこが違うか、はい、このハート型に見えると思うんですけれども、これは天使の羽を表現しています。羽なんです。この盛り上がり、立ち上がりがありますよね、地金の。これは天使の羽をイメージしているので、これだけの厚みをつけてるんですね。斜めとか横から見られた時にもしっかりと重厚感、高級感を味わえるとともに、地金の輝きと、それとこの
夏にイエローゴールドっていいですよね。日本人って一番イエローゴールドが似合うと思うのでね、はい、そしてお届けの時なんですけども、皆様こちら専用のケースに入れまして、はい、そしてカードがついてるんですが、テントウムシをイメージしました。このカードは複製が付きのカードで、私が一点一点手でサインとメッセージを入れさせていただきました。コウムさんの直筆サインですか？そうでございます。直筆サイン恐縮ですけど、作品を買っても直筆サインはいただけるっていうか、絵を買ってもサインが欲しいとおっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そうですね、これすいません、残りわずかになりました。コムさんのハートって本当にね、他の方のハートもそれぞれだと思うんですけども、つけていただく方、そしてつけられる方も本当にね、分かっていただけるような思い、はい、そしてサインが込められたハートなんですよ。そうなんですね。幸せ、そして近い、何かやっぱり自分に近いことって皆さんあると思うんです。なんか自分へのご褒美としてジュエリーも買われるのも本当素敵なことですけれども、こういう自分になろう、なんか本気で変わろうと思ったら人って変われるんです、うん、はい。